そんな感じ。グライオンね。あー、これどうしようかな。まあ一応入れた方がいいんかな。トリックまあ、毒々スカってくれたら一番いいけど、だよね、毒々。もう毒々かえ、毒々玉持つから泥道スカっても意味ねえんだよ、はい、ね、相手はもうこれしかできないから、まあ、引くと思うんですけど、まあとりあえず、いやトリックはできんね。椅子ある可能性あるし、こっちのねトリックも相手気になってると思うんですよ。要は毒々玉を押し付けるみたいな、まあ、それでちょっと居座るっていうのは全然ありえるんで、この辺はね相手からしたら厳しい読み合いというか、そう怖いんだよ。相手交代したところでこっちがもう一回トリックしてたら火炎玉押し付けられちゃうから、ああ、毒毒玉押し付けられるから嫌なんですよね。居座ってこっちトリックしてたら相手に毒毒玉いって、ああ、引っ込めたね。ああ、素晴らしい。読みが、ああ、でもオーロンゲだ。オーロンゲでした。いいダメージ。ダメ残しか。これもう一回引くんじゃないか、トリック警戒で。まあでも挑発あるかな、挑発あるかもしれんから、まあとりあえず普通に打ちましょう。まあ光の壁を出したいとこだと思うんですけど、トリック嫌だと思うんですよね。あ、猫魂様子見。でもしっぽちゃんはもうある意味仕事はしたからね、グライオンに対してあれ入れてる、まあ、ガッサも連れてきてるしね。まあとりあえず打ちます。絶対トリック怖いやつ。アステゼリフ、あーはぁ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 、挑発ないんかな。ステゼリフ、あれ、あ、猫魂、捨てゼリフ、猫魂、グライオン、これは安定してガッサに引けるんじゃないかなと思っている。もう少し、もう一回だけ仕事してほしい。多分自信、あ、毒毒か、あーはーはーはー、交代読みか。これ奉仕で安定かも。草タイプいたかな。あー居座ったね。まあとりあえず、あ、そっかそっか、ああびっくりした、そうだ、毒ってないんだこいつは。そうだった、よしよし、じゃあ身代わりで、さあどうするんでしょうか。ああ引っ込めた、オーロンゲ、
身代わり入れて、あ、挑発持ってそうな気はするけど、一応まあ使わせてもいいかな。まあ一応奉仕しとこう。捨てゼリフあったか。なるほど。挑発はなさそうだね。であればもうこちら種マシンガンで OK かな。まあちょっとずつ削っていく。あ、急所ラッキー。あ、いいね。あ、いいよ。で、これは奉仕で最速大きくする可能性あるから、交代するかもしれんしね。さあどうするんでしょうか。あ、寝てる。これ相手にすでに眠っている時に使用したら、あ、一応減るんだ。あ、じゃあんまり無駄打ちはできないな。あ、一応カミツオロチいるんだね。あいつくす、あ、多分選んでないんじゃない。いない可能性高いね。まあキノコの方して目覚ました。地震でバローとします。耐えるんすよ、一旦は耐えるんすよ。でまた種マシンガンで OK かな。はい、あー引っ込めた。オーロンゲ、まあまあいいダメージ。まあこれまたあれかな、まあ何してくるかちょっとわかんないんでね。普通に攻撃するかもしれない。まあ種マシンガン打っとこう。まあ多分捨てゼリフだと思うけど、普通にこのフェアリー技で身代わりを割ろうとする気がするんだよな。あー、やっぱ捨てゼリフだったね。捨てゼリフ猫魂、壁じゃないってことかな。よし、当てて2回、3回。まあ普通に種マシンガンでいいような気がする。2、いいね。3、あ、いいね。4、いいね。5、奉仕安定で。
目覚ました。地震。身代わり消えます。でここ奉仕チャンスな気がするだよね。だよね。寝ます。でとりあえず身代わり入れて、まあ毒毒でもよかったけどね。さすがに毒毒は怖いな。はい、寝て、まあ、ここでまた削りましょうか。ポイズンヒールで回復入れて、あー一応上取ってんのかこれ。あーまあまあ当たってくれるんだがマジか。これ種マシンガンでいい気がする。いやーこれソウルクラッシュとかないんかな。1、2、もう一発。あいいね、もう一発。惜しい。まあ3いったらまあまあいい方だよ。目覚ました。あーあったあった、ソウルクラッシュやっぱりありましたね。さあ身代わりは消えた。まあ、これさあのこっちが上取ってんのは見たから寝かせて OK だよね。寝かせようとして OK だと思う。だよね。よしよしよし。一旦引いてみようか。食べ残しか。トリック怖いはず。マジカルシャイン。あー眠っている。痛いねこれね、眠りはね。いいダメージ。交代しないんだな。これ次置きますね。猫だ。まあいいや、とりあえず打とう。次起きるよね多分。捨て台詞。これで誰に変えるかだけど、ブライオンだったら落ちないかワンちゃん。3体目が出るかな。あーまあマンボウ、お主いたんか。さあこれどうしようかな。安定は奉仕だよね。
安定は欲しいで、投資とっか。草寺あるんかな、そこだけ裏目か。あー、あるな。あるからこそのこれだよね。あるからこそのこれだね。あ、でも毒か。あー、毒投資で一応良かったか。草と思ったわ、危ねえ。とりあえず寝かせて。そっか、水の弱点の草に対してのあれか。じゃあ身代わり、あとは TOD も考えないといけないか、これ。タネマシンガン、ウッコママンボウで粘るつもりかな。どうだろう、ちょっと様子見だね。寝てる。これはもう種マシンガン、ひたすら種マシンガンで、どこかのタイミングで鉄カッチンに変えてちょっと圧かけないといけないですね。マンボウが寝た後でいいかな。あと3、目覚めた。ネットどこかで勝負に行かないといけないけど、とりあえず方針安定。勝負に行かないといけない。あと2分。これ時間かけてますね、相手。これ相手時間かけてますね。戻って、打ってみるか。グライオン引きあるかな。まあ、引かれても寝てるからいいとして。硬いなさあこれ、もう地震で倒しきれないか。最終ターンっすね。これ選択が、地震してママンボウを倒すか、相手がそれ読みでグライオンに引いてくる、そこを冷凍パンチ、どっちかっすね。いや、これギリギリまで迷おう。レイトだよね。これグライオンあるんじゃない？
グライオンあったよね、自信だよね。よし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 、これどうなる。一応お互い1体ずつ倒れている。で俺は2つもワンターン、2体とも。相手はだいぶ削れてるよね。勝ったんじゃないですか、さすがに。オーロンゲもう終わりだよね。あ、これまで一応入れる。でも地震で安定っすよね。一応ソウルクラッシュ痛いから引くか、地震で。あ、でもね、ないよね。やったー、勝ったー